こうやって小池さん意外とこうやってアクションを教えるところで、はい、iPhone で小池さんが撮るとかをテレビで流すことがあんまないですね。ないですね。そう。なんかそういう、うん、いわゆるその小池さんの素の部分というか、うん、監督でやってるっていうことを出す、うん、僕は、まあ、エレちゃんとしては楽しかったんですけど、はいはい、小池さんいかがでしょう。いや僕も楽しかったです。あの普段、うん、例えばこう自分は、うん、あの映像とかのためにアクションを教えてるから、うん、だから格闘技で強くなるとか、うん、そういうのはまた別な視点でアクションって教えてるんで、うん、基本こうやってあと習ったやつをこうカメラで撮ってあげて、うん、見せてあげて自分がどういうふうに映ってるか、うん、どうすればもっとかっこよく見えるかっていうところを、まあ、みんな教えたりとか研究したりしてるんだけども、うん、それは普段自分はねカメラの前とか、うん、要するにあの仕事ではしない部分なので、はい、自分は普段はそういうことをしながらあの次の世代を育成するというか、そうですよね、もう自分も年なので、うん、いやいや新しい世代を作らなきゃいけないので、まあ、そういう形で教えてたりとかするので、うん、まあ、それを初めてこういう形で紹介できたのですごい楽しかったですし、本当にありがとうございます、はい、ちょっとあの今後ともあの特撮もそうだけど特撮じゃないのでもご一緒できたらと、はい、ぜひぜひぜひ思いますので、お願いします。ぜひよろしくお願いします。 Today I get to show like my class how my class works and usuallyI don't do that on the camera. It's the first time I'm showing my, you know, how my crosswalk and stuff. It's fun walking with Kishi. We walk together on the Q-Ranger. He's a very talented guy. Then since we walk together, we've been keeping good friends. Then I wish to walk with him again in the future, in different shows. And, you know, he's one of my best friends. So, yes. 本日のスペシャルゲストは監督坂本浩一さんでした。ありがとうございます。よー、アクション。